足が遅いって言われてる。足が遅いって言われてて、もともとは最初ここで構えてるんですけど、うん、あ、だから前にどん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 行った。最初はここで構えてたんですけど、もどんどんが前になりまして、足が遅いって言われるし、他の回路に立ってるからドラッグ打ってるって言われて、なるほどね、はいはいはい、前のボールが出てくるからこの辺で構えてる。それは普段その練習してる人に言われた感じ、それとも試合して初めて対戦した人に言われた。ああ、ただ知ってる人だとそうかもしれないけど、実際試合ってほぼ初対面ですよね。大体、まあ知ってる人たまに当たるかもしれないですけど、大体相手としては初めまして、テニスも初めましてとしたら、そこは多分見せ方でカバーできる。予測を要は合わせれば、さっき言った相手がじゃあ短いボールバック打ってきそうだなと思ったら前にいればいいし、うん、で逆にここにあえて立ってて深いボールバック送ってくる人だったら下がってればいいし、これは駆け引きなんですよ。自分の中で、あ、練習だからここに立ってはいいんだけど、例えばだけどここに立ってて、あえてここに立ってると結構前に立ってるなんて感じるじゃないですか。じゃあ相手で深いボールを送ってくるのか、その技術があるのかなって見極めるのも大事。その技術が例えばやろうとしてんだけどできないプレイヤーだったら、僕だったらここに立ってるとか、深いボール逆に打ってきて、で無理させて短いボールありがとうねって言って、そうか。いや、そこはもう見た目で分かるんです。僕も足速くないんで、だから見せ方なんですよ。僕はまず対戦相手と多分だったら、あ、この人体でかいかパワーあるから動かそうと多分なるんですよ。なったら逆に動かしてみなって僕はここに立つんですよ。で短いボール来た、でまあ、予測と初速だけに自信があるんで、予測と要は最初の1歩目そこでカバーします。多分 50m 走だったら絶対一番遅いの自信あるし、いや本当そう。だから足のスピードって僕が言うと振ってくるから多分関係ないです。よくレッスンしててもコーチなんでそんなに動き速いのって言われるんですけど、動きが速いんじゃなくて予測を合わせてるだけですよ。予測と初速、最初の1歩目それだけを速くしてるだけです。あとはもう皆さんと同じことやってますよ。あとは無駄な動きを慣れるくしない、こうやってやったりとか、こうやってやったりとか、うん、なるべくも1回だけそうこうって踏んで、あ、どういう動き、あとはもちろん当然意識しますよ。ちょっとかかと上げてみて、つま先でこう母子球の親指でこう蹴り上げて動こうとか、それぐらい意識しますけど、じゃあめちゃくちゃ早く位置についてよーいみたいなことはやらない。イメージとしてはどこに打ってきそうかなって観察して、あ、ちょっとここな雰囲気って感じたらちょっと動いておく、ドロップって雰囲気出したらちょっと動いておくみたいなことをやっとくと、そこって足のスピードはそんなにいらないはず。意外とテニスコート狭いっす。狭いですか？ベースラインからベースラインからネットまで、はい、はい、何メートルでしょう？じゃあここのベースラインから向こうのベースライン、50メートルぐらいって思いますよね。はい、うん、それの半分ですね。24メートルです。だ狭いんですよ意外と。ってことはじゃあここからネットはそれの半分だから、12メートルぐらいですね大体ね、はい、大体12メートルぐらい。自分の歩幅測ったことないけど大体1メートルちょいいけるんであれば、10歩も大股10歩もいかなくて取れるんですよ。でしかもオミニコートであればこういうフットワークがあれば、これだけでどうかな、1メーターないあるかないかぐらいは稼げるんで。ってことは僕の感覚で言うと10歩も走んなくて前のバー取れると思ってるんで、多分もっと足長いからそこのフットワークはちゃんとこういうのができるようになればもっと稼げるようになるから、まあこれはちょっと別にやんなくてもいいんだけど、できた方が守備範囲は当然広がる。使わないと勝てないで出てくるんですよ、うん、ってなった時にやっぱこれができた方が絶対有利っていうのはあるので、まあ、それはちょっとおいおい、もしやるとしたらやってみましょう。
なんでだからこういうのこういう感覚ですもんやっぱり。その話今の話を聞いてると余白がすごい大事だなって思うんですけど、余白、はい、はどうやって練習するんですか。相手の体勢です。体勢。こうやったらどういうボール来そうですか。僕がこうやってやってたら。こうなってたら。うん、それでいいんです。それをまず予測するだけでいい。うまい人はやるかもしれないけど、それはもう駆け引きになるか、さっきの話だと来そうだなっていう、これ判断できますよね。体勢の判断、相手が下がったこう、これは助けてって感じだから、ってことはどういうボール来そう、ふわっと、あーいいっすね、いいっすね、そういうこと、そういうこと。じゃあ短いボール、これはね、そうそうそう、そういうことです。逆にこうちょっと横に振られたけど、こういう感じ、うん、いいっすね、分かってるじゃないですか。それでいいんですか、はい、これだけ分かれば十分です。そう、あとはもう相手をその要は観察して、隠す人もいるので、あえてそうやって見せてこうやって打つ人もいるから、そこは駆け引きになってくるので、まず最低ラインそこまでいけてれば、今その頭があるんだったらそれを実際にやれば大丈夫、うん、ってやればドロップ取れないからもっと前にいればとか言われることはなくなってくると。足のスピード今から速くしちゃ無理でしょ。今から 50m 走じゃあ6秒台で走って絶対無理じゃないですか。それって、ね、それは限界あるので、じゃあ何、その前でカバーすればいいし、 こっちでカバーすればいい。そうだね、特別多分速いわけじゃない。めちゃくちゃ相手がどこにいるのか、相手がどういう体勢かっていうのを見て、で自分の味方もプラスでどういう動きをするかっていうのを見て、そう、もうチェンジするんだったらもう常にチェンジするし、結構本当にもう相手を動かす、打ち方も見るけど観察、確かにすごい見てる、最後の最後まで見て、ここで余裕があるからクロスでもそれでも打てる、余裕は今ないから、じゃあその余裕だから、後ろにいれば余裕ができるから、見ることもできる。なるほど、なるほど。ありがとうございました。どうでした？今までこう腰を回して打つとか、腰を回したら腕がついてくるとか、上手い人が大体いることって同じなんだけど、それが自分で分からなかったんだけど、椅子の練習したりとかして、なんかやっと少しこう分かった、分かった、慣れた。でもね、最後ね、椅子座って打つ動画、はい、打つところ、打った時にやっぱボールのパワーが伝わってるのは分かった、うん、あ、嬉しい、めちゃくちゃ、うん、なんか嬉しい。そう、なんかリード上手い人、あと後ろに下がってから下がって打つとか、ボールの、今まで初心者あるあるで絶対分かんないのが、ボールの後ろに入って打つ、ボールの後ろはどこみたいな、ボールの後ろが分かんなかったから、今日コーチ2人に教えてもらって、ボールの後ろが分かりました。やっと、確かに、でもやっと、そう、なんかね、多分コーチたちって言ってることは多分ほとんどそんな変わらなくて、うんうん、そう、でもなんでそのボールの後ろに入るかとか、そう、なんで腰を使うのかとか、うんうん、多分言うけど、多分その細かいところっていうのは多分あんまり伝えられてない部分も、うん、そうそうそう、あるので、そう、やっぱうちらはもう少人数制でやってたりとかするから、やっぱちゃんと伝えられる部分もあるけど、やっぱスクールさんとかはね、やっぱ人数が多いから、やっぱどうしてもね、なんか最後まで伝えたいけど伝えられないっていう多分部分もこっちもあると思う。うん、そうそう、なんか噛み砕いて、ここまで噛み砕いて細かく教えてもらってやっと分かったので、なんかすごい細かく教えてもらわないとうまくなれないというか理解できないんだなってすごい思います。